どうも皆さんこんばんは。始まりました栄光 GO ということで、今日もですね栄光に向かって GO していきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ここか。おっおっ、はあ、情けねー。最後の明かりを待つのみ。あのおばあちゃんだ。生にもおばあちゃんでしょ。死にも深夜の月が黒き翼で舞い上がる。サンキューばあちゃん。最後の明かりを待つのみ。あの子は生贄となる。命に捧ぐため。ちょっと待ってくれ。話じゃあるまいし、ただの赤ん坊だ。四つの家紋を探せば道が開けるかもしれぬぞ。四つの家紋？謎かけしてる場合じゃない。サンキューばあちゃん。探してるのは娘だ。なんとか教えてくれ。謎が解けたとき、謎かけではなくなる。確かに。四つの。待てよ。見覚えが。見覚え。おい、待ってくれ。ちょっと待ってくれ。E さんには見覚えあるらしいけど、A さんには、僕には全然見覚えがないな。人魚、馬、太陽。なんかお花みたいな。見覚え？全然ないんだけど。これ何？え？この記号と、アンブレラじゃない？アンブレラの記号のマークじゃない？違ってたらごめん。来ました。あ、開けました。おめでとうございます。ここなら会えると思っていました。無駄骨だった。そうですか。でも何か手に入れられたのでは？正月くん。ああ、何かはわからないが。あ、おや、娘さんがその中にいるじゃないですか。どういうこと？何を言ってる？よく見てごらんなさい。え？ヘッド、頭、え、嘘でしょ。その瓶には頭部が入っているようですね。おい、ちょっと待って、どういうこと。いや、そんな、なんで。ローズ様は、ちょっと黙っててくれ。いや、こんなのありえない。嘘だと言ってくれ。娘さんはまだ死んではいませんよ。あ、よかった。特別な力をお持ちなのです。助ける方法ならあります。それを教えてくれ。何言ってる。どういうことだ。村の西側に赤い煙突の家があります。赤い煙突。そこにいる男を訪ねなさい。この話の続きはその後で。もったいぶるなよ。何なのかさっさと答えろ。私を信じなくても結構ですが、娘さんのためです。こいつは味方なのか敵なのか。お任せよ。何かで動かせそうだ。気合？気合じゃない？あ、窓の外を見ろ。窓の外を見ろ。なんだよ、窓の外を見ろって。ジャギグリップ使います。おおおお、って登れるのか。あ、くぐれるのか。なるほどなるほど。おっかねー。何かしら、何でもいい、アイテムあってくれ。はっ、何これ、ブッダ。あ、向こうになんかやっつけていいのこれ。
これゾンビじゃないよね。なんかやるのちょっとかわいそうだな。どうぞ。なんかお前ちょっと違う、お前ちょっと違う。まずこれでやって、でもう一発いける。嘘でしょ、こいつ。どうです、何か分かりましたか。羽を見つけた。この金細工でどうローズを助ける。まあ落ち着いて、まずその鍵を使ってローズ様の瓶を集めねばなります。なるほど。残りはどこにある。瓶は全部で4つ、残りの3つは各貴族が持っています。一人はあなた方をしたドミトレスク夫人、二人目は村の奥深く霧の谷に住む人形使いのドナ。人形使いがどうやって戦うんだよ。そして三人目は風車を抜けた先の湖に住む怪人モロー。最後にして最も危険なのがハイゼンベルク教、人里離れた工場に潜んだ。ジョン・レノンみたいですね。噂によると彼の工場には想像を絶する恐怖が待ち構えているのだとか。でも4人のうち1人は倒したもんね。娘さんを助けたければまずは4つの瓶を集めることです。なるほど。今回だけは特別にそれぞれの場所を地図に記しておきました。ありがとう。やりに行くか、狩りに行こうぜ。ごめん、もう君たちをモンスターと思います。コケコヤック、コケコヤック、ただコケコヤック、ごめん。追う方、逃げる方も必死、狩る方も必死、全然狩れねえ。なんだこのコケコヤック、全然狩れねえ。オッケー、どこ行った村を荒らす豚。うわ、豚、ブータヌーボー。待て、今だ。よし、オッケー。なんか今日新たな四天王に会えんのかなと思ったけど会えないね。四天王に会えないなって言ったら、結構たくさんの方が全然進んでないもん。確かにずっと迷ってたもんな。うわ、すっげー、ナイアガラってますね。もうあのこれぐらいでかい滝だと下の方はもう霧になってるからね、すごすぎて。ちょっと待って、皆さん何かにお気づきですか。これ罠じゃない。こっから糸がピューっとあって、爆弾じゃない、あれ毛糸じゃねえか。お、あ、何、あ、ローズの体の一部だ。アンジー、ずっとあなたを待ってたの。あたしローズよりいい子だよ。お願い、アンジーのパパになってよ。何？待て、俺の銃は。え？俺の銃？全部ない！全部銃がなくなってる！おい、
どんなトリック使ったんだよ。え、ミアだ。ミアがあのオープニングで撃たれた時、これはミアの人形。そういうこと。え、左目を調べる。今僕ね、これはスティックで動かしてるんですけど、どういうことだ。眼球移動やめる。ん？やめる。鍵が出てきた。なんだよ。え、今の声ってミアだよね。あれ、こんなんなってた？ん？外せない？飽きた。あ？調べる。あ、指輪だ。これは本物のミアの指輪かな。血濡れの指輪。なんでこんなことすんの？あ、鍵だ。ゼンマイ。ゼンマイなんか使うとこあるかな。調べる。模様の変更。あ、わかった。これじゃない？あ、三つ目閉じてるわ。目閉じさせていいんだ。これだ。あ、これじゃない？あのミアの目に、あ、ミアの目にあったやつだ。ちょっともう一回見てきていい？三角でカラスが右を向いてんのか。あ、これで合ってんだ。オッケーオッケー。で、あともう一個多分あのリングというかはめるやつが必要なんだけど、これだ。銀の鍵だ。何かヒントになりそうなのが絶対あるはずだ。あ、これだ。あ、血濡れの指輪を洗うんじゃない？ほら、いいぞ。綺麗になりました。なんか書いてる。0529。ん？ 1？ 1。 いや、数字をね入れるようなところがまずないのよ。タワーの鍵じゃねえ、番号だ。なるほど。指輪。よし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 。052911。911、カモン。よし。何かマネキンの胸のその塗装を取れそうなやつないかな。あ、どうしてここに。ゼンマイ、オルゴールだ。え？え、何？シリンダー選択、入れ替え？いや、絶対わかんないでしょ、これ。え、これ自力？これ自力ってもう天文学的数字だよ、これ。横で、ああ、行きたい、そっちに。開くなよ、開くな。え、いけんの？何だったのさっきの。じゃあマジドアストレス、マジでドアストレス、マジでかよ。いけんじゃん普通に。何の努力してたんだよ、俺体こんな横なってまでさ。いけんのかよ。
ほら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 、なんかあんじゃん、いろいろ。一番ローズ、一番ローズの一番のお友達、あの子のお気に入り子守唄、私にとって何より大切なもの、四、祖母がくれた祝福の音色、イーさんがくれた永遠の約束の証。いやー、てかさっきのなんであれとはマジでいけなかったんだろうな。なんであそこずっといけなかったんだろうな。あの天文学的オルゴールずっと回させてさ、あの口の中に入ったフィルムを取るってことね。ねえ、このさ、口のやつ何とかして開けて吐き出してくんない？もう結婚指輪突っ込んでさ、ウェーってなって。また通れねえよ。そっち行きたいんだから閉まってよ。あれ？ちょっと待って、傷ねえか？傷わかる？こう、これなんか関係してんじゃないの？あ、わかった、これ傷ついてんな。傷をつなげんだな。これどう？なるほどな、全然見落としてたわ。完全に見落としてた。いやー、なるほど、カプコンさんさすが。なるほど、これで、なるほど、これであれの口の中のあれが取れるぞ。おい、口開けろマネキン。いやー、すげえ達成感。ピンセット、来た。映写機行こう。お、調べる。フィルムゴー。あ、そういうことか。並び替えね。こうだ。来た。なんか古い井戸が、これはなんだ、どこを映してるんだ。なんか井戸ですね。井戸にはしごがあって、なんか地下に入って、これ出た方がいいよね。出ますね、受話器を取る。お願い、イーサン、よく聞いて。騙したかったわけじゃないの、ミア。あなたを失いたくなかった、家族を壊したくなかったのよ。ミア、何を言ってる。あなたとローズを心から愛してる、だから私、え、こうするしかない。ちょっと待って、ミアは生きてるってこと？うわぁ、怖え。あ、マジか。これは、あのさっき映写機に映った井戸じゃないですか？行きますね。うわぁ方向転換か。めっちゃ怖えんだけど。ちょっとごめんね。待って、なんか来てねえか。おお、なにこれ、やめて。なに、え、
嘘でしょ。待ってね。おい、ちょ待って。こんなのあったんだ。腸がある、腸が。ホルモンが、ずーっとある。あれはどうしたらいいんだろうな。もうこうなって、これさ、方向転換だ。バナナ？バナナって言った。なんでバナナの？なんで何がバナナ？もうこれどうしたらいいの？武器がないのよ。ねえ、これどうしたらいいの？これダッシュでさ、あそこか、鍵使えばいい。え、バナナって言ったよね。なんで？あれどこだっけ？これだ。ここにこれ使うんじゃない？やべ。どうしよう。バナナ？なんでバナナなんだよ。あ、ごめん、ダメだ。進むな。あ、ダメだ。行き止まりだ、俺。ごめん、地図見せて。ほら、ダメなんだ、もう。どうしよう。これで。武器も持ってないから。いける、いける。こうやっていける。だけバナナ好きなんだよ。来た来た。ここにヒューズ入れる。オッケー。え、早くエレベーター来て。え、あ、ダメだ。どうしよう。エレベーター早く来て。あ、ダメだ。来た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 。早く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 閉めて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 。ナイス。怖え。なんだあいつ。人形だらけだ。行かないで。行かせないわ。まだ生きてるなんてすごいね。うわ、何これ。うわ、すごいすごいすごい。ちょ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 、お友達にぶつからたいんだ。おい、トイストーリーか。チェクター、命がけで探し。待て。私を見つけてごらん。こっから見た人、もしかしたらトイストーリーだと思うかもしれないですけど、これバイオハザードですからね。うわ、これ。うわぁ！うわぁ！やべ！トイストーリーだよ、これ。ねえ、待って、めっちゃ怖くない？あの人形の名前、シン・トイストーリーにするわ。あ、いた、いた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 、シン・ドイストーリー。ローズさえ生まれなきゃこんなことにはならなかったのに、ね、負け者で。ナイス。こいつだろ。この大元はどうした、この
黒い服着てるこの漆黒の洋服の漆黒堂さん、漆黒堂さんどこ行った、どこだ、いた、ローズにもこんなことするのか、するわけねえだろ、いた、お前なんかここから出られるわけない、てめえふざけんな、かわいいお人形ちゃんに何しやがって、どこがかわいいっつんだよこのストイストーリーが、え、漆黒堂さん終わったのか、ミア、俺が必ず、よし、これは糸のハンドルでアイテムゲット、さあ何が来る、マダリーナ人形頭、怖っ、でもちょっと待てよ、これ頭ってことはさ、こうして組み合わせで、はっ、来た、組み合わせ、あ、ここだ、これだこれだ、もういいよ、もうまた暗号じゃん、なんかヒントねえか、あ、763934、763934、これじゃない、これじゃない、あ、76393、これだけカモン、違う、え、うそ、これじゃないの、あ、これか、ナンバーはあの子の5歳の誕生日、どの子、あ、これだ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 、160025、あ、1600年25月、何の25月って8に丸ついてんだけど、どういうこと、160025でいいのかな、あ、オクトーバーって書いてんな、10月8日 16025 ってどういうことだ、16025で入れてみよう、違うな、10月1008か、全然わかんねえよもう、あの子の誕生日がわかんない、10月8日じゃないの、ヘイシリー、オクトーバー意味、その意味は次の通りです、10月でしょ、あ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 、ハッピーバースデー270917、あれこれ何、じゃあ紛らわしいとこに丸つけてんじゃないよ、こっちか、ハッピーバースデー270917、こっちだ、270917、17、来た来た、さらにタンスの中にさらに箱、ロングマガジン、オッケー、ありがとうありがとうありがとう、マジでありがとう。で、秘宝もゲット。グッドアイテム来い。ショットガンの弾とか、ショットガンの弾とか。もう、ちょっと待ってください。何これ、ドラえもんのポケット張りに欲しいもの言ったら出てくんじゃん。ティリリ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 リティリ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 リリ、夜空瞬く星屑眺め冷たい風に吹かれ涙流す一人あの夜、懐かしいな、だからティリリ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 リティリリリリ、うおー、なんだこいつ、おい、ちょっと待って、噛みすぎ噛みすぎ、やべ、あれ、ティリリ、ちょっと待って、おい待て、やめてくれ、わ、噛み、終わりじゃん、
噛みすぎ噛みすぎ噛みすぎ、え、ちょっと待って、ティリリが、ティリリがすげえんだけど、あのティリリは何、でかすぎて入れないってこと、それとも何か魔除け的な、傷が深い、もう長く持ちそうにない、小屋の周りをあいつがうろついてるのが聞こえる、あいつってのはティリリだね、俺の抵抗を楽しんでいる風ですらあった、あいつは普通の狼じゃない、ティリリだもん、こういけんのか、あれちょっと待って、これ嘘でしょ、あれローズでしょ、こんな簡単にゲットしていいの、うわぁ、お母様、あなたのために俺は何でも、テレビ見てる、これはもらっていく、ま、待ってくれ、え、どういうことだ、それはお母様の大事な子なんだ、いや、俺の子供じゃない、俺の子供じゃないじゃん、俺の子供だ、ないことあるだろ、え、お母様の子ってどういう意味なんだ、ああそうだ、お母様は我が子を取り戻したいんだ、ふざけたこと、待って、頼む頼む、それがないと あいつらにバカにされちまう、一人で二人羽織してるみたいな、あいつらを出し抜きたいんだ、知ったことか、何言ってんだこいつ、もう少しだけ頼む、どうした、何がおかしい、何がおかしいんだよ、バカだなお前、話しすぎだ、は終わりだぞ、入り口を塞いでやった、無理だ、ここは俺様のテリトリーだ、トロトロのやつで囲まれてる、お前はどこにも逃げられない、何ちょっと待て、バケモノめ、トロトロの使い手か、トロトロの使い手だなあいつ、トロリストだよ、トロリスト、あいつはもうトロリストだ、お前はもう塞がれてるって言ってる割には簡単に壊せるじゃん、とりあえず脱出できてんのか、こっちで、あ、ここか、あれここ降りれない、あれ降りれないんだ、壊れないか、これか、後輩にエーペックス誘われちゃったよ、トロリスト、後輩にエーペックス誘われちゃったよ、こんなことやってるなったらエーペックスやろうぜって後輩が言ってるんだけど、すいません、皆さんどうやって言ったらいいですか、マスクンさん、黄色いテープが目印です、レタスさん、さっきの階段で合ってるよ、え？え？あ、黄色いテープが目印、これ、ああ、皆さんありがとうございます、調べる、衝撃で壊せそうだ、奇跡、衝撃で壊した橋が、板が奇跡的に橋になった、奇跡、すいません皆さんありがとうございます、心折れて後輩とエーペックスやるところでした、ごめんなさい、行くんだけどこの中とか入れないか、行ける、なんだここ研究室か何かか、何これ調べてる、誰誰、すごい柔術、おとなしくしてろ、イーサン、こんなところにいるとは驚いたな、ここで再会するとは残念だ、クリスか、お前ミアを殺して次は俺だけか、隊長、外で異常な揺れを観測した、すぐに移動しよう、おい、ちょっとクリス、事情を説明しろ、信玄は不明だが、このままここにいればミランダに知られる、おい待て、ミランダだと、
知ってるのか。マザーミランダ、黙ってろイーサン、お前には関係ない。サンプルの分析結果はやはり得意金とつながりが。なんだあいつ。これ以上は首を突っ込むな。危ない危ない危ない。やべ、ピンチ。水中はあいつのテリトリーだぞ。やめろ、来るな。トロリアン、お前、出口は水中だ。逃げられない。相手してる暇はない。やばこいつ。ダメだ、もう遅い。ミランダ様はすでに儀式の準備を進めてる。お前はその時間稼ぎか。哀れだな。なんてことを。ミランダ様と一緒になるのはこの俺なんだ。一緒？お前じゃない。何の話だ。うわうわ、汚な。お前なんか変だぞ。もうダメ、我慢できない。助けて。どうして、ママ、どうして。ただ利用されてるだけか。どうして。何これ。ちょっと、どうしたらいいんだ。やばい、どうしたらいいんだろう。まず走れか。走れだな。あれ違う。やばい、誰が言った今。やべ、うそー、うっそー、うっそー、誰が今一旦落っこっちまえって。はい、ここは一旦スルーして、はい、ダッシュで右側ね。そっち側行くと落っこっちまえって言われちゃうから。え、なんで、なんで、なんで。これに乗ります、これに乗ります。で、まっすぐまっすぐまっすぐのここ行きます。で、一応これ回収しときますでしょ。で、回収したらこっち行きます。で、こう行って階段登ってこれを取ります。何かっていうと、トロッコみたいなのを押してこれを橋にします。チキショー、チキショー。じゃあどうすればいいかっていうと、一旦こっちに降ります。で、降りてこう行ってどうするかっていうと、ここを開けます。で、開けるとこれが入ってバーがあるんで、匂うんだけど勇気出して触って下げます。ぬめりがあるから下げやすいです。もう一回下げます。ビリビリはこれ感電するとかじゃないんで大丈夫です。で、これ下げます。で、こう上げて、こう上げて、こっちも上げます。ダメだ。レバー下げるの遅かったか。あ、で、はい、で、これを下げました。下げましたからこっちにこう行きます。で、そうするとこうなります。で、実はここにもレバーがあるんでこれも下げます。そうするとこっちにもレバーがもう一個出てくるのでこれも下げます。で、一回戻ります。で、一回戻りますっていうか、こう行きます、まっすぐ行きます。戻るは嘘です。はい、そしてこれももう一回下げます。もう一回下げると向こうが上がります。で、向こうが上がるんでもあそこは上がってないんで一旦こっちも下げます。で、戻ります。で、こう上げるとこうなります。で、こっちこう行きます。で、戻ります。なぜならば上がってないからです。で、こうなると挟み撃ちになるんで湖に入ると、溺れてしまって魚にこうやって食べられることになります。水色は水色のテープのところが分かりやすくカプコンさんしてくれます。
オレンジ色のところはオレンジ色が上がります。はい、そして戻ります。シュッと溺れます。でオレンジが上がってる間に食べられ食べられます。黄色下げて、で青を下げます。で青を下げて、ここのオレンジも下げます。でここでダッシュです、ダッシュです、ダッシュです、ダッシュ。でここで食べられろ食べられろ、食え食え、ほら食え食え、食いたいんだろ、食えよ食えよ、堂々とよ、そんなコソコソしねえで堂々と食え。どれだ、あこれか、レバーを下げる、するとなんか釣れた、なんか釣れた、大物が釣れたな、大物が釣れた。分かってるよ、イーサンさ、焦らせないで。何イーサン、ちょっと嘘でしょ、嘘でしょ、どこで遅かったってこと。大物が釣れたな、タイミングね、今はダメで、今だ、オッケー。回せ、クランクゲット、クランクゲット、フライングゲットみたいに言わないで、クランクゲットのこれで回すんだ。 OK、 OK、 で来た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 、動かす、オッケー、よし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 、おおおえ、でこれ歯車動かそう、でさっきの小屋に戻ってガチャンやればいいんだね、オッケー、よし、今の聞いた、イーサンの自信に満ち溢れたよしってやつ、これでいけるぞ、いけイーサン、レバーを引く。え？あ、これやんなきゃいけないんか。うん、うん。で、青、ここがオレンジだ。オッケー。いけ。やったー！やったー！めっちゃ嬉しい！やったさー！よし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 。これでもかっていうぐらい流れてるわ、いっぱい死んじゃったし、いっぱい迷ったし、うわっ、どうしようどうしようどうしよう、撃つかしかねえか、これを見るな、よっしゃ、これ使おう、これいきます、来たらこれ撃ちます、これ
きます。くれ！いや、食らってる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 、すごい。あ、ちょっと待って、いや、あの技に感心してる場合じゃねえだろ。あー、ダメだ、難しい難しい。おっしゃ、行ったか行ったか行ったか、終われ終わってくれ。またかい、まだかい。しぶといわこいつマジで。あーん、あの触覚関係ないよな。やべ、この時お腹とか、あ、お腹関係ある、お腹いける、なんだお腹いけんのかい。来た、チクシロー、よっしゃ、トロリア、あんた、今までの中で最高に辛かったぜ。お腹いけんのかい。最後まで汚い野郎だ。吐き気がする。調べる。ミランダお母様に山に一つもらっ、山を一つもらった。これならカドゥの実験がたくさんできる。俺の秘密研究所だ。今日は実験台のお腹にカドゥを見つけてみた。弾けてぐちゃぐちゃ。今日は実験台にカドゥを入れた後、脊髄に狼の血を注射してみた。いきなり暴れ出して助手を食い殺した。なんか怖いことやってんなこの人。うわっ、かっけえ。あ、これってもしかしてマグナムじゃん。と、まあいうことでこの辺で終わりかなっていう感じですかね。今日もですね、イライラハザードになってしまいましたけども、温かく皆さん応援ありがとうございました。それではお手を拝借いきましょう。せーの、エイコーゴー。ということでありがとうございました。